ぐす。クロナちゃんのお手伝いすることにしました。
ひみたくん、危険ないたずらしないように、私が安全ないたずらの企画立案。細かいことはどうでもいいのです。人間いたずら3000ちゃん、これで課題のいたずらスタンプが全て埋まったのです。めでたしめでたし。惚れた男の弱みですね。何？ありがとうって。それはよかった。アシナ人間です。悪魔ハンターのくせに悪魔の心配をするなんて。でもサンキューです。フルナはもう帰るです。あんまり時間かけちゃうのも全然大丈夫ですし。さよならです。マヤ、次いたずらするときはあんたにだけはまで仲良くなってしまうとは。マヤ様はとんでもない大物なのかも。あ、そうそう、こっちの釣られてる人間。一度悪魔の槍が刺さった女の子たちはダークパワーの影響がしばらく残るです。具体的に言うと、別にクロナが耐えるからって元に戻ったりはしないんで、あとはよろしくです。残していきましたね。今まで通りダークパワーに操られた女の子がいたら、高台様が元に戻して差し上げるしかないようです。待ってて、ウーニー、今降ろす。したらいたずらにならない。スタンプもらえる保証なかった。それにお兄は優しいから許してくれるって思ったから、私悪い子？この雰囲気、今ならガーディアンを打ち破れるかもしれません。高台様、ドキドキフィールドを展開します。今こそ思いの丈をぶつけるのです。大丈夫です。今のお二人の関係ならばきっとガーディアンを突破できるはずです。な、ホーニー、その力私には通用しない。そんな、ガーディアンがパワーアップしています。一度受けた技は悪魔ハンターには効かない。それは天使の技でも。私のことが見えているのですか？見えてないと思ってたの？なら私と宝台様の会話も丸聞こえ？何がどうなってるのかはわからないけど、お兄が天使の矢の力使ってモテモテなのは知ってる。天使の矢は
運命の恋人同士を結びつけるための力。私なんかに使っちゃめだよ。お兄の運命の恋人はしのぶちゃんだから。何を言っているのですか。本家の先生術師が占った。お兄はしのぶちゃんと結ばれる運命。お兄とくっついたしのぶちゃんは私なんかよりずっとずっとすごい悪魔ハンターになって幸せになる。私が本家に行ってしのぶちゃんがこの町に残ったのはそれが理由。しのぶちゃんも知らないこと。幸せな未来でも自分の未来は知らない方がいいから。本当はお兄にも教えるつもりなかった。気持ちじゃない。今のお兄はきっと大きすぎる天使の力でおかしくなってる。訪れるべき運命がねじ曲がってしまってるの。間違った天使の力に惑わされちゃダメ。お兄が本当に好きなのは誰？しのぶちゃんならお兄の告白絶対に断ったりしない。だってしのぶちゃんはお兄のこと好きだから。告白頑張ってね。待ってください。宝大様には時間が。姉の幸せを願い運命を信じる気持ち、それこそがマヤ様のガーディアン、心の壁の正体だったのですね。はあ、そうですと言ったらあなたはどうしますか。
のこと見直しました？わかればよろしいのです。それでどうするおつもりですか？あの様子だとマヤ様、もう宝大様とは会ってくれないかもしれませんよ。